皆さんこんにちは、パワサカの、サクセスの方をやっていきたいと思います。今回はですね、二股にちょっとね検証を兼ねてやっていきたいと思うんだけど、はい、こちらのデッキで、まあ、やっていきたいと思います。こちら、まあ、フレンドさんなんですけど、銀崎ユール、こいつがまあ35のレベルなんですが、もう一人のみやすずめ、これレベル1なんですよ。これで果たして二股が成功するのか、最初の評価がかなり変わってくるので、まあ、彼女候補も追っていくしかないんですが、まあ、のみやさんを優先的に追おうかなと思います。はい、まあ、そんな感じですね。いや、いけるかなこれ。じゃあ実際やっていきましょう。いないいないいない。よし、じゃあどんどん追ってきます。まあ、銀崎をまあこっちはもう確実にまあ、ね、彼女になると思いますんで。でこれね、面白いことに名前ね、内田なんすよ。まあ、ウッチーだからやるってわけじゃないんですけど、たまたまね、これ二股検証やりたいなと思ったら、まさかの名前がウッチー、しかも右サイドバック、右足というね、これすごい奇跡だよね。まあ、ウッチーならね、イケメンなんで、まあ、二股してもわかんないですが。さあ、どうなんだろう。これちょっとね、あの検証なんで、バーッと早くね、もう選択とか関係なくガンガンやっていきたいと思います。とりあえず、もうノミヤをもう追う。ユールって言いにくいな、でも。スズメは言いやすいけど。メンタルの方にもいないな。普通にガッツリ休もう。よしよし、どんどん上げていきます。OK、どんどん回復してね。でコツは取っていきましょう。あ、いらないか。あ、よかったよかった。でかなりね、あのメンタルのところにね、ちゃっかりいることがあるっていうね、怖いんだよねそれ。ちゃんと見ていかないと。おいおいおい、こういう時はもうスカウト上げます。あ、メンタル上げてもよかったけど。いない。よし、ユールのため息。オッケー。一応ちょっと確認して、ああ飲み屋いる。ああスカウト行くか。メンタルにちょっといたら、ここちょっと上げていきたいなと思いますね。まあいるか、シュードレンジはあっていいね。うん、シュートレンジやばいな、もう速攻じゃねえかよ。
休みます。これはしょうがない。でここで PK ね。 PK はあの PK 攻略法ちょっとまだね完全に検証しきれてないんだけど、今んとこまあいい感じなので、そのまま続けてやっていきたいなと思います。ただ外しにくいね。ちょっと上げた方がいいのか。 OK、 ちょっとここはね集中したい。マジで経験点が倍変わってくるので。あ、経験って終わったなこれ。怖い。いやあそこ普通に怖いな。もう普通に行くか。サイドの方がいいのかな、あんなとこ蹴るより。まあ、今後も検証はしていきたいなと思います。はい、誰だ。いやこれいらねえだろ。あ、メンタル見るの忘れたわ。いやここはいらないでしょう。それよりもユールちゃんはね、まあ、評価はもう上げれるんでかなりいいと思うんですけど、もう初期が高いんで。もう一人だよ問題は。金とこ出てんだっけな。まあいいかな、テクニックいこうか。おい、スズメちゃん出てこないんだけど。スズメちゃん、来た。マジか。よしよしよし。このコンボあるからいいよね。あとユールちゃんとスズメちゃんも確かコンボあると思ったんで、うん、片方レベル1って、しかも R。
行きたいけどちょっとこっちタックトレーニング行っちゃうよな。休みましょう。 OK。 じゃあもう評価がさ何もなさすぎてやばいわ。上がる気がしない。やっぱりレベル1だとメンタル上げるか。ゆるちゃんでもこれやばいからな。これちょっとマジで追いますわ。どれだけいけんのかな。これあと結構かかりそうだけどな。さてさて、ラブパワー中ですが、スズメちゃんを追いたい。マジか。いや間に合うかなこれ。全然間に合わない気がするんだけど。案外まだラブパー効いてる。やっと黄色かい。これやばいな。うわーこっち行きたいけどいらねえか。いっとこう。おお、もう追うしかない。もうここまで来たら結構ギリギリっていうかもうやばいや。終わったかもしれないもん。やべ、いけいけ。歯もやばくない？やばいよねこれ。普通に無理か。厳しいかやっぱレベル1だと。試合いきます。マッチアップもう一個欲しいな。うん、よし、これでまずいきます。あーまあいっか。そう、これ全部ねちゃんと操作した方がやっぱいいということなんですよね。いつもの癖でサクッといってしまった。完璧なパーティー作ったらもうガチガチにね試合していきたいと思います。ドン！
大リボン。よし。何今の。シーンとしたさ。撃て。壁当たるか。あー早いかダメか。これははいでしょう。あー遅い。ダイモン、ヒエマス、この二人で行きたいな、やっぱ。ちょっと、危ない、危ない、危ない。危ねえよ。ドライブシュートとかあるからな、これ。確か、ちょんまげドライブシュートだね。よし、ナイスシュー。やっぱり浸透してんなこれ。完全アウェーって感じ。うん。お。よしよしよし。これね、オッケーオッケー、これでいいんですよ。またあるんでね。あー、あっちまたまたまたメンタルメンタル。やばきついか。きついな、やっぱもうこのまま行くしかないわ。え、マジで無理だよ、やっぱレベル1は。あとスカウト追いたいな。あとはもうまあ勝っていくだけだね。お、出たコンボ。ちょっとデートしよっか。誰だ誰だ。結構二股厳しいよな、ほんと。
やーちょっと上げてるけど、まあ、大体こんな感じだもんな。一応ちょっと検証なんで最後までちょっと追ってみます。特殊能力、あー行こう。今前半が始まりました。パワフル高校。全国行かないと正直マジで意味ないからな。狙った。ゴール。いやコンピューターにすると怖いんだよね。時間に1点先制しました。ゲーム立ち上がりから積極的に攻めています。このまま主導権を握るか。目の前に行けど、あ早いシュート、うわポスト直撃、縦にボールをつないでいきます。もう一丁こっち狙おうか。よしシュート、よし決めてきました。パワフル高校さらに1点を追加し2、前半終了です。非常に動きがあるファーストハーフでした。後半の試合展開が楽しみです。では後半です。奪われます。2-0 あれば大丈夫でしょう。決めます。このボールに触ります。一人で持っていきます。打てる。素晴らしいパス。早いかこれで。シュート。ね、シュー。パワフル高校これで3ゴール差になります。パワフル高校3対0と差を広げています。たまにちょっと止まるんだよね声。あシュートの時はもう OK になったんですけど、あのキーパーのね一回きりのあのタイミングでカクついたら本当にやりにくいわ。いやこれ40ぐらい欲しいね。よし最後まで追っていきましょう。マジか。だってあと7ターンのうちデートできるの多分もうやべえな。ここで負けたら意味ないからね。よし、とりあえずこれ勝とう。上が吹かれ決勝戦のスタートです。パワフル高校対、まあ、ほとんどこのツートップ変わんないからな。奪います。置きに行くような浮かせたボール。でもパワフル高校
なんかやってみて優勝結構しやすいなって感じはしました。今後どういうね高校出てくるかちょっと分かんないですけど、すごい優勝しやすい。ただのドライブシュート持ってるあの高校はねえ、あやつがいるんでね、ちょんまげが、あっちの方が優勝しやすいのかな。まあフォワード完璧なんだよ、そこ。後半を見ていきましょう。やべえ打ってきた。あオッケーオッケーオッケー、やべえ危ねえ。ゴールキックです。つなぐボールを前線へ、サポートする選手を待ちます。やべえ危ない危ない、あ入っちゃったよこれ。決まった親父高校、この土壇場で試合が、いやここ負けたくないんだけど終わりたぜこれ、最悪だよこれ。貴重な先制点を奪いました。よしシュート、オッケー、ナイス、おーなし、やべえさか、ここで決めるんです。パワフル高校、土壇場で追いつきます。パワフル、ここで笛、決着はつきませんでした。そして延長戦へと続きます。延長戦です。最後まで目が離せません。期待しましょう。さて怖い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 、やばいやばいやばい、マジか。同点に追いついての延長戦です。よし、あーコーナーキック怖えよ。え、マジで危ないんだけど、負けたくねえよここ危ねえさあもうプレーは始まっています。さあ勝負の延長後半、決着はつくのか、それともピーク、ここで長いホイッスル。PK 戦行くかこれ。マジか、能力上げてね。延長後半が終わりました。よしなし。最初の一本を確実に決めてきました。火山 K どう呼んでくるのか。エースは外すんです。佐藤。2番目のキッカーです。いいシュートだぞ。これで2点差がつきました。もやし高校2人目です。えってかこれ、これが決まらない、操んないパターン。中村3番目のキッカーです。あこれはキーパー見切っていました。もやし高校3人目です。枠入ってたらやるんだ。これは外さない。いやここ外したくねえ。え、マジか、うわ最悪。外してしまいました。もやし高校4人目です。いやここ止めます、いける、オッケー。キーパー読み切りました。矢部坂5番目のキッカー、矢部坂いけるっしょ。あちょっと早いな、土壇場で止めた。マジっすか。もやし高校5人目です。いきます、うわっよし、勝者が決まった瞬間です。危ねえ、いやマジ危ねえ。うん、
よしよしよし。いけねえかな。いや来た。いや素晴らしい。いや素晴らしい。じゃあ練習しよう。あとはもういいや。スカウトあげよう。あとはいいところに入ろう。マジかよ。スタミナあげよう。スタミナ。いやー特能はいいね。いい感じ。今試合が始まりました。パワフル高校対神体学園。これ入るっしょ。あーくそもったいねえぞ。めっちゃ下手だよ今のは。速いからね。これを止めます。前線へのボール中央。やっぱ遅いよりね速い方がいいからさ、そっちにするとミスってしまう。負けなし。なんかね、全国の1回戦まではいいけど2回戦ね、あと決勝とかもやばいからね。前半が終了しました。後半両チームと本当に勝てなくなるぞこれ。どのように動くか注目です。では後半です。手越し、パワフル高校1点を先行しています。右に出す井ノ原、誰を狙ってくるのか。さあ右サイドから上がっていく。前に出す、前線へ出す。まあ1点でこれ終わりか。 OK、 いいでしょう。そしてここで最後の笛。うん、いいねいいねいいね。
そこ我慢しようかな。ディフェンスは B にしたいんだよね。今試合が始まりました。パワフル高校対ローエン高校。早いうちに入れたい。はえ。狙った。うう。頼むぞ。ナイス。ゴール。パワフル高校ここで先制。パワフル高校いい滑り出しを見せています。やべ、あぶね。後の展開が楽しみです。素晴らしい立ち上がり。いやマジヒヤヒヤもんなんだけど。左へ持っていく。左に預ける。左にボールを振る。ボールを前線へ。砂を狙う。はいか。シュート。おお、よかったよかった。うわ、今ので早いの。立て続けにゴールを決めてきました。感覚がつかめないまだ。パワフル高校着実に得点を重ねていきます。2対0。まあでも決勝はいけるでしょ。主導権を握るか。シュート。弾いた。早くていいんです。ゴールを狙いましたが決まりませんでした。遅いよりはいいからね。接触したか。パワフル高校ペナルティーキックを与えています。さあどこへ蹴るのか。 OK。 あーっと外して、前半終了です。非常に動きのあるファーストハーフでした。後半の試合展開が楽しみです。後半始まっています。どう展開していくか。カウンターを仕掛けます。やばい。シュート。ナイス。ナイスじゃね。ナイスセービングだ。のシュートだったんですが、これは決まりませんでした。いや、ここかなり経験点もらえるよ。なんとか相手のカウンターをしのぎました。完璧だもん。味方を走らせる。ゴール前。マジか。あー、シュート。入っちゃうんです。いや、これ味方になってるぞ、コンピューター。これで3ゴール差になります。これかなりもらえるでしょ。試合終了。もうわがっつりだな。できないんで、このメンタル。出ました、ちょんまげドライブシュート。もう一個ぐらい B 作りたいんだけどな。もういっか、あと特能つけて。あとスタミナ入れようか。あ、大一番ちょっと消す。よし。決勝の笛が吹かれました。いや、早速これで早いんだよ。うわー、こう決勝はもうドンピシャじゃないとダメだよ、さすがに。やばい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 。シュート。弾いた。シュートまで持っていきましたが決まりませんでした。
あぶね。クリア。どうする？打った。あ。ゴール。てしまった。これは痛い。いや決勝シュートあと、いや頼むぞ。よし。よしよしよし。あぶね。ちょんまげにあと打たせなければ OK。 ドライブシュートはマジ取れないから。試合終了後栄光を手にしているのはどちらでしょうか。後半を見ていきましょう。よしよし、いいぞいいぞ。これダメじゃん。ほいっと、いいねいいね。逆転逆転、このままいっちゃおう。ここでリードを奪いました。ちょんまげに集めんなよ。やばいやばいやばい、危ねえ。ちょんまげよりはマシ。よしよし、いいぞ。また危ねえ危ねえ。蹴っちゃ蹴っちゃ蹴っちゃ。おいおい、危ねえ危ねえ。よっしゃ来た来たぜ。いや、いいでしょう。うん、なんだかんだまあ良かったかな。すげえ女ばっか追ってたけど。まあこのパーティーでこれだったらまあいいんじゃないかな。あ、やべえ、スカウトどうよ。一部か。まあまあまあ、うん、これがでかいんだよな。ただな、二股だったら、完璧だったらもう一人ね、80ずつくれたっていう、ありがとうございます。フォローさせてもらいます。うっち爽やかにしたいね。まあ、あのウッチーを連想しながら俺もやってたから。この辺でいくか。キーパーってね。いいよいいよ。あと何にしよう。キック、クロス、一気に減っちゃったな。まあでもクロスはウッチっぽいからね、欲しいよね。右サイドだし。フェアプレームードロングスロー、バックスピン、筋力か。
これでいいかな。完成。さあどうでしょう。おお、いいんじゃない。2人目、なんだかんだ、いやなんだかんだ良かったな。こんな感じです。特殊能力、いやー結果オーライでしたね。はい、ということで今回はですね、レベル1のスズメちゃん持ってって R なんですが、まあ、ちょっと二股、まあ、狙った結果ね、まあいけるかどうか俺はちょっと知らないでちょっとやってるんですけど、まあ結果的にまあ OK かなと。まあ A ランクできたので、でまあお任せと。はい、こんな感じですね。うん、こんな感じで今やってます。はい、ということで、またね、サクセスの方やっていきますので、ぜひチャンネル登録よろしくお願いします。パーサがやってる方いましたらぜひ一緒にやっていきたいので、コメントで教えていただけると嬉しいです。アドバイスもお願いします。ということでまた次回の動画でお会いいたしましょう。さよなら。